これ現場では厳しかったから加藤さんもこれはいい映画になると言ってくれてました。だから難しいからね、難しい本ですよね本当に。ああそういう時代が分かった、一つ違っちゃうとね、うん、全然変な方売っちゃいますね、うん、それはなんとなくは難しいなと。ほらなんか今のラストシーンでもね見てるとなんか気持ちがいいなラストシーンになったんでね、うんうん、なんか川島さんが「いや僕も自信がなくてね」あれですけど「大丈夫これはいい映画になる」って言ったら「プロの人が言ってくれてくれ大丈夫かな」と思ってます。で川島さんもね、うん、気に入ってもらえて、なんかもう特に今回もね川島さんと山谷さん出ていただけて本当にもう。で最近山さん、あでも山さんこれねこんな役、まあ、こんな役ってやっぱりやっていただいて どんな感じでした この役は。まあ あのセリフがないのはいいと思ったけどね。でもあ一箇所飲み屋ではすごく大変だった、すいませんでした、うん、でも本当にねいろいろカット割ればいいのにカットとかやってんだよ。だから何しろこれは編集が問題だなとはなんとなくそれは初めから難しいなってそれは思ってました。出てる人もね、あと山田さんまず神様の役ってのも結構やったことありますもしかして。ないです、そんなない。バカの方はあるけど舞台でね、うん、今ハムレット蜷川さんの、はい、それの稽古です前です。あ、ごめんなさい、それはあの いつからですか。1月の22日から東京で大阪行ったり、はい、台湾行ったり、ロンドン行ったり、全部あの5月の間は空きますよ、空いてもね、全部あの5月の末。あ、ロンドンロンドンも行くよ、うん、であれですか、結構あのお酒なんか飲んでるんだ。今だからまた80になったら飲むよって言ってたの。あの8年間飲まなかった、はい、みんな8月、はいね、それで言い訳で80になったら飲むよって言ったらなっちゃったの80に、はい、だから口で言い訳でも言っちゃった以上飲まなきゃって80になった12月19、昨日一昨日がそうですか、の1年前の、それで飲んだら4回目にまたこの花分かるでしょ、これね、それになって、それでまたやめた。わかりました、なんか本当にあ今回 ありがとうございます。いやこちらこそ楽しみに、あの、はい、いつ頃みんなには見せてもらえる。大体2月の24日に、うん、あの完成しまして、うん、3月ぐらいね、OK、楽しみに、どうもよろしくお願いします。こちらこそよろしく。